12月4日金曜日 PM テクニカル分析です。フォレックス TV ジャパンの岡田紀子がお送りします。夕方のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で今夜のヨーロッパマーケットの値動きを予想します。今日もアセンダントの山中さんから届いたコメントをご紹介します。昨日のユーロドルは今週の高値は更新したものの後が続かない動きとなりました。最近は金価格の上昇時の反応は鈍いですが下降時は比較的反応しやすく、昨日は朝方新高値を更新後に調整売りが進んだ金価格の影響もあったようで前日の終値に戻す流れとなりました。テクニカルには引き続きユーロ高が続いていると考えられますのでユーロドルについては押し目買いが出やすい状況に変化はないと思います。今日は雇用統計を控えていますしあまり大きな流れは考えがたく、雇用統計が予想の範囲内であれば 1.5020 レベルをサポートに 1.5120 レベルをレジスタンスとする中立もみ合いの展開でしょう。以上、アセンダントの山中さんのコメントをご紹介しました。 PM テクニカル分析でした。この後は午後7時半ごろから夜の FX フラッシュをお送りします。